ウェイペン CBD の使い方について説明します。こちらバッテリーとカートリッジ別売りになっていますでしょ、はい、バッテリーは USB に挿して充電するのがついているんで、そちらで充電してもらってくるくる回して飛び切れば完成です。では吸っていきます。特にボタンはありません。吸うとここが光るようになってます。今煙が出ましたが、こちらタバコとはちょっと違います。ニコチンもタールも含まれていません。 CBD をね、肺から摂取することが目的なので、煙で出てしまってはちょっともったいないんですね。なので吸い方にコツがあります。まず肺にたくさん空気が溜まってしまうとむせてしまうので吐きます。空気を吐いた後に吸います。もう一度吸います。離した後、今最初は口に入れてって、その後もう一度吸って肺に入れることで効率的に摂取することができます。まあ、やってみます。はい、こんな感じです。僕はちょっと体がちっちゃいし肺活量があんまりないんで短かったけど、吸える方は5秒ぐらい吸ってゆっくりやってもらって、そうすることによって CBD を効率的に摂取することができます。僕はね、タバコは吸わない人間です。どちらかといえば苦手な方なのですが、これはね、シシャ、水タバコを吸ったことある人はイメージしやすいと思うんですが、あんな感じで吸いやすく美味しく吸わせてもらってます。 CBD を取る方法自体はね、何通りかあるんですけど、この電子タバコで取るのがコスパ、美味しさ、吸いやすさっていうのがあって、僕はCBD でベイペンの製品を一番勧めてるんですけど、もしよかったら購入して試してみてください。では皆さん、良い CBD ライフを。